どうもこんばんは、てるです。本日の動画はオープニングでもあった YouTube のエンディングであったりとか終了画面、いわゆる YouTube の最後に出てくるあれです。あれを今日はやっていきたいなと思います。でまさにあの終了画面を今回プレミアプロの動画編集ソフトを使ってプレミアプロだけでやっていくという流れになります。でそれを最後に完成させた後に、なんとエッセンシャルグラフィックスのテンプレートにもすることができるので、そのやり方も解説してます。でそのエッセンシャルグラフィックスのテンプレートにすることによって、毎回細かな設定とか、そういったことをせずに、もう元々あるところからポンと入れるだけで、すぐ使えるようにもなります。でこの終了画面っていうのは何なのかっていうと、 YouTube の最後の方にですね、まあ私のこの動画の最後もそうなんですけども、例えばサムネ、 YouTube のこのチャンネルを登録してくださいみたいなサムネのこういうボタンがあったりとか、例えばこっちの方とかにはなんか YouTube の過去の動画であったり、おすすめ動画ですよっていう風に、表示されている画面があります。例えばチャンネル登録してねとかっていうのも書いてると思うんですけども、あれを作りたいなと思います。で今回のこのやり方に関してはですね、すごくシンプルなやり方を解説しているので、今プレミアプロを使い始めの方であったりとか、本当に超初心者の方でもできるように、分かりやすく解説したので、ぜひチャレンジしてみてください。それではですね、実際にプレミアプロの画面で解説していきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。今回は YouTube とかでよくある終了画面とか、まあ、いわゆるエンディングを作っていきたいなと思います。ではまずはじめにですね、やっていきたいんですけども、背景をですね、まず色を入れていきたいと思うので、カラーマットっていうものを使います。でそこではプロジェクトから新規項目、これを左クリックして、そしてこちらのカラーマット、これをクリックします。そしてあとはこれを OK を押すと好きな色に選べます。もうここに関しては本当に何でもいいです。ご自身の好きな色でもいいですし、はい、今回は黄色のちょっと薄い感じでこんな感じにしましょうか。そして OK ということで、でこの入ったカラーマットをこのままタイムラインにポンと入れてあげます。はい、そしてあとはですね、ここに、やっていくということで、まずはじめにですね、ここのエッセンシャルグラフィックスで、こちらにですね、新規レイヤーっていうところがあるので、これを左クリックして、そして長方形を作ります。はい、でこれで長方形を作っていくんですけども、この長方形っていうのは何かっていうと、例えば、終了画面の時にですね、この動画がおすすめだよっていうので、四角形を枠を作ります。はい、これを作っていくので、まず四角形を、まあ大体の感じでいいと思います。はい、まあ、私がよく YouTube で、使っている終了画面とかは2つ四角形の枠を使っているので、それと同じような感じで、シンプルですけどもやっていきます。はい、でこういうふうにセーフマージンっていうのを置くと、大体のこの中心とか横の位置が分かるので、これを入れておけば作業もやりやすいかなと思いますので、そういう場合はですね、このプラスのボタンエディターを左クリックして、そしてここにセーフマージンっていうのがあるので、これを左クリックしたままこのまま下にポンと入れてあげると入ります。そして OK を入れると入るので、で、さらにこのセーフマージンを押してあげると青に光るので、そうなった時はこういうふうに、出ます。押すと消えるという感じですね。はい、で感じで大体こんな感じです。はい、サイズ感の数字がちょっと具体的に、言えないんですけども、これぐらいですね。このセンターとセンターのこの中心のちょっと右上ぐらい。はい、そしてこれをですね、色今塗り気味がですね、ネズミ色っぽくなっているので、ここで白色を使います。はい、左下ですね、これだと。そして OK、 はい、白ですね。で他に、さらにもう一個追加したいので、これを選択して、コントロール C でコントロール V、 もしくはコマンド C とコマンド V ですね。はい、っていう感じで、これも合わせていきます。これはですね、コントロールとかコマンドを押しながら、マウスでクリックして左右とか上下に動かすと、こういう風にこの縦が合うようになります。はい、まあこんな感じですかね。はい、ちょっと白だと分かりづらいなっていう時は、ちょっと白よりもネズミにしてもいいですし、黒にしてもいいですし、こんな感じで、はい、この辺の色は本当に任します。サイズ感も本当にこれぐらいで十分かなと思います。そして次に丸を作ります。丸も同じように、こちらの新規レイヤーからこの楕円ですね、これをクリックすると丸が出てきます。こんな感じで、はい、でこの丸は何かっていうと、よくですね、チャンネル登録してくださいとサムネイルの画像がですね、ここに表示されるように設定できるので、この丸を設定していきます。これもサイズ感でいうとこんな感じですね。
ちょっと背景が分かりづらいので、カラーマットをもう一回ダブルクリックすると、もうちょっと濃い黄色にしましょうかね。こんな感じで。はい。の方がはっきり分かりやすいですね。はい。こんな感じで。丸はまあ、これぐらいのサイズ感だといいかなと思います。はい。そして、これで、まあ、本当に大枠ですけども、ベースはこんな感じでいいんじゃないでしょうか。で、今回はですね、せっかくなんで、この丸を動かしたいなと思います。ちょっと大きくなったり縮んだりみたいな感じですね。はい。で、ここのですね、基本的に終了画面、 YouTube の終了画面っていうのは、だいたい5秒から20秒というふうに、決められているので、20秒間、19秒29まで、このカラーマットとそしてエッセンシャルグラフィックスを引き伸ばしたいと思うので、これ2つ選択して右クリック、そして速度デュレーションで、ここの今は0522になってるんですけど、ここを1929に設定してください。そして OK。 そうすることによって、まあ、20秒間のこのエンディングが使えるというふうになります。はい。で、次はこれは、一番前に、バーを持ってきて0秒のところに持ってきてください。そして、次にこのグラフィックをクリックしてから丸を選択しておきます。そしてエフェクトコントロールに行くと、こういう風にエフェクトコントロール内にシェイプが3つあるんですけども、まあ、今選択しているこれが選択されてます、丸ですね。で、この左下に目があるんです。この左に目があるんですけど、この矢印を開いて、ここでですね、スケール100って今なってるんですね。そして、このスケールと、そしてこの1のアニメーションオンにしておいてください。はい。で、次に、シフトを押してキーボードで横に1回押してください。そうするともう5フレーム進んでます。はい。先ほど0秒だったのが05になってます。もう1回シフトを押して右を押すと10になります。これを今2回押したので、あともう1回、さらにもう1回、さらにもう1回、さらにもう1回という感じで、100という風になります。まあ1秒ですね。はい。それになったら、次はこのスケールの数字を100にしてください。110にしてください。はい。で、さらにこれをですね、今336なので、この数字に対しておそらくこれ、今編集されている方はですね、バラバラだと思うんですけども、この数字に対してマイナス10ぐらい引いてください。ここだと326ですね。はい。そしてこれをもう一度0に戻し再生すると、この画面見てもらうと、はい、ちょっと大きくなるんですね。で、これちょっとエフェクトコントロール内のこのタイムラインをちょっと大きくしたいなって時は、こちらの右下をですね、この感じでマウスでクリックしてあげて、左右に伸ばすと、こういう風に引き伸ばすことができます。で、次に、こちらの今前の0秒のところのキーフレーム、これ2つあるんで、こいつをまずクリックして、そして次シフトを押しながらもう1つもクリックします。で、この2つを選択したら、コントロール C でコピーします。もしくはコマンド C です。そして次はこの三角、こいつですね、これを押してください。さらに、これだと今先ほど設定した1分のところなんですけども、もう一度同じように1秒間前に進んでください。ここだと2秒のところまでですね。それをシフトを 1,2,3,4,5,6 といって6回シフトを押しながら右にキーボードで、押すと2秒になると。そして、先ほどコピーしたものを V で貼り付けます。そうすると再生ボタン、もう一度、0のところに戻し再生すると、こんな感じでちょっと動くんですね。ちょっと心臓がドクンドクンってなってるかのように。で、次はまたこの三角、今ちょっと私青いバーを一番後ろに持ってきているので、この3つ目のキーフレームに合わせてください。ここを押すとこんな感じで動くんですね。この三角がちょっと狭いので、こちらもちょっと大きくしましょうか。はい。こんな風に動かすことができます。で、ここで、このキーフレームを今打ったんですけども、この2つ目の方をまたこういう風に選択してください。2つ、そしてコントロール C でコピーしておきます。そしてさらに今2秒から次3秒まで、シフトを押しながら6回ですね。 1,2,3,4,5,6、 そして V で貼り付けると。はい。で、さらにこれ次は全部 1,2,3,4つ、合計8つですね。それをまた コピーします。で、さらに次4秒のところに 1,2,3,4 と5,6ですね。はい。4秒のところで貼り付けします。そうすると全てこんな感じでなります。動いてますよね、これ。はい。これをすべて20秒までやってみてください。こういう風に次もまた選択して、一番後ろまでキーフレームを持ってきて、さらに1秒前に進むと。はい。そしてこうやってやると、
さらにコピーをして、次も一番後ろまで行くと。はい、一番後ろまで行ったらまたさらに一番後ろまで行くと。っていう感じでやるといきます。じゃあこれ再生してみるとどんな感じか。はい、行きます。この白いところですね。はい、ドックンドックンとなってますね。こんな感じで。はい。っていうことです。まあこれで、ベースができましたね。はい。まあちょっとこれ動かす必要もないじゃないんですけども、ちょっと強調できたりとか、そんな感じでできます。で、次は、ここにテロップを入れます。まああとはですね、慣れている方であれば分かりやすいかなと思うんですけども、シンプルにテロップ入れたいと思うので、ここに、グラフィック、またちょっとこのセーフマージンつけておきますね。そしてグラフィックを押してから、こちら新規項目で横書きテキストでもう自由に好きなフォントを入れてあげてもいいと思います。例えばこの下ら辺にチャンネル登録してねとか、もう本当に好きな文字を入れましょう。そしてフォントも好きな感じで入れてください。まあ、今回はトッパンビュン文球にし、これは黒色にしましょうかね。はい、塗りで。こんな感じで。結構シンプルですけど、ありますよね、こういうの。チャンネル登録してね、とか。はい。さらに、ここなんか、例えば背景ちょっと強調したいなと思ったら、背景をクリックして、背景の色を同じように白にして、そして、100% にして枠を10とかにして、こんな感じでやっても面白いかもしれないですね。はい、チャンネル登録してねとか。でさらに次も同じように新規レイヤーで横書きテキストを押して、まあ、同じような感じなんですけども、ここで例えばインスタグラムのアカウントとかも載せちゃってみてます。はい、インスタグラム、はい、そして ID を載せると、私だとテルフィルムズ、はい、さらに、開業してツイッターとか、はい、もうここは本当に文章に関しては正直ご自身の、入れたい情報とか、その他のいろんな方の YouTuber のエンディングどんなんかなって見て、情報は何入れてるのかなって調べてもいいかなと思います。はい、テル、ツイッターはフィルムテルっていう感じで、今回はこれ背景を消しておいて、はい、そして文字サイズもこんな感じでちょっとちっちゃくしておいてみたいな感じで、どうでしょうか。こんな感じでめちゃくちゃシンプルですけども、はい、この辺もちょっと、もうちょっとこれ横でもいいかもしれないですね。はい、うまいことバランスを考えて、はい、っていう感じですかね。はい、っていう感じです。まあこれだけでもベースが本当にできましたよね。ほんとシンプルですけども、デザインとかちょっとこの配置とかは全然、ご自身の好きなような形でできるの で例えばこれが完成しましたとしましょう。はい、すごくシンプルですけども、でその完成した場合はですね、する方法としてはカラーマットっていうのをエッセンシャルグラフィックスに入れないといけないので、まずこちらの上のエッセンシャルグラフィックスをクリックしてください。そしてプロジェクトに行きます。でプロジェクトにはカラーマットっていうのを作ったものがありますよね。でこれをクリックしたままエッセンシャルグラフィックスに入れてあげてください。はい、この時に一番上にしちゃうとこれ全部消えちゃうので、カラーマットは一番下に入れることを必ずしてください。はい、で今の段階であればまたこのカラーマットをダブルクリックすると色を編集できるんですけども、この後からはですね編集ができなくなるので、最終の色はしっかりこの場で決めておいてください。今から何をするかっていうと、もうテンプレート化をします。でこのカラーマット下のタイムラインのものはもう消しちゃって大丈夫です。はい、じゃあもうこんな感じでできてます。でここのタイムライン上にあるエッセンシャルグラフィックスをクリックして、そして右クリック、そしてモーショングラフィックスのテンプレートとして書き出し、はい、そしてあとはもうこれ、ご自身で好きな名前を入力するだけです。まあ例えばこれだと YouTube エンディング、まあ、サムネイル含めるで、はい、まああとはもう OK でいいでしょう。そしてこの編集からこちらをクリックして、下の方を見ていくとですね、ちょっとたくさん入ってるんですけど、はい、こんな感じで入っているので、これをクリックしたままポンとも入れてあげるだけで、今後ずっと YouTube のサムネとして使えると。あとはここに BGM を入れてあげる、例えばこれとかみたいな感じでエンディングを作ることができました。プレミアプロの初心者の方でもできるかなと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回はプレミアプロで、YouTube のエンディングであったり終了画面に使える編集方法を解説させていただきました。どうでしょうか。
結構シンプルなんですけども、本当に丸と四角を作って、テキストを入れたっていうだけではあるんですけども、でもこういうものを作るだけでも、フォトショーとかイラレを使ってやられている方も中にはいると思うので、まあ、プレミアプロでも一応できるよということでですね、今回解説させていただきました。まあ、これから YouTube を始められる方であったりとか、今 YouTube やってるけどエンディングなかったんやっていう方はですね、ぜひ、使ってみてはいかがでしょうか。ということでですね、今回の動画は以上になります。今回の動画がちょっとでも参考になったよ、よかったよと思っていただければ、ぜひグッドボタンの方をお願いいたします。あとはまだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。その他に、こういうエフェクトが見たいとか、こういう YouTube の企画が見たいとかあればですね、ぜひコメントの方もお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。